首都圏の美術館情報をお伝えする美術館へ行こうです。今回は丸の内にある三菱1号館美術館で開催されているワシントンナショナルギャラリー展をご紹介します。今日はワシントンナショナルギャラリー展をご案内します。アメリカワシントンにある国立美術館が所蔵している主に印象派の作品が展示されています。作品の半分以上が日本初公開ということで、早速中へ入ってみましょう。はい、よろしくお願いします。日下さん、はい、今回は比較的小ぶりの作品が並んでいますね。はい、そうなんです。ギャラリー創設者の娘エイルサが自宅に飾るために集めた作品が多いからなんですよ。そのために小さな作品や親密な感じのするものがたくさんあるんです。最初にご覧いただくのはこちらの作品です。柔らかくてとても可愛らしい絵ですね。猫を見つめる温かい眼差しが伝わってきますよね。女性は作者であるルノワールお気に入りのモデルで多くの作品に登場しています。輝くような肌の質感、柔らかな毛並みなど体温なども感じられますよね。次にゴーガンの自画像をご紹介しましょう。画家にとって自画像は絵画制作の本質に関わる重要なもので、苦悩や内面性などを見て取れるものが多いんです。しかしこの作品は友人に贈るものとして描かれたので、とてもくつろいだ表情をしてますよね。お渡しする友人の方との親密さも伺えますね。そうですね。ここで作品をより深く鑑賞するポイントをご紹介しましょう。この作品を見てどこか変わった点を感じませんか？私は緑が多く使われているなというふうに感じるんですけれども。そうなんですね。影や目の周り、ヒゲなどに緑が使われているんですよ。売ることを目的にしていないためか、実験的な技法や表現が大胆に使われています。自らの芸術のルーツを示すブルターニュの衣装を身にまとい、親密な視線を送っているのが印象的ですよね。19世紀半ばになるとブルジョアの台頭により、インテリアなどにも静物画がとても流行るんですよ。これはマネが30歳頃に描いた静物画です。柔らかな柿にフレッシュなレモン、そこにシャープなフォークがアクセントになり引き立てていますよね。食堂などに飾りたくなるような絵画です。最後に親密な雰囲気の室内を描いた作品をご紹介しましょう。作者の VR はナビ派の一人で、装飾的な画風で日常や室内などを描きました。母親が水黒いするという家族にしか見られない場面から親密性を感じられますよね。また日常を覗き見るような雰囲気もあります。縦と横が強調された家具と斜めの人物がモダンな構図でリズミカルです。今日の展覧会ご覧になっていかがでしたか？比較的小ぶりの作品が多いので、印象派独特の柔らかな感じをじっくりと楽しむことができますね。またこの美術館の雰囲気も手伝って、まるでお家で作品を楽しんでいるようでした。何気ない日常の中にある親密なひとときを小さな作品の中に見つけてみませんか？